その後。まあでもこの前もさ、ミコのマネちゃんってノエちゃんとかとも一緒のマネちゃんなんだけど、うん、そう、ノエさんも一回やったことあるんでっつって。え、そうなんだ。うん、あるんだって。なんだったら白井系のメンツの半分くらいがね、あ、顧問だからね、白縫建設の。そうだからもう白縫建設顧問になってるんだよね。そう、だから私も関わることが多いんだけど。そう、もうバチバチ仲良きだよね。バチバチ仕事ができるあんなに仕事ができる人見たことない。もうスーちゃんが褒めるって相当だね。なんだよマジで。いつも褒めてないみたいな。本物のエリートです。スイちゃん本物とか言うの。まあ、うん、エリートにはエリートがついちゃうってことだよね。いや、あのね、細かく話すると何がすごいかって、うん、例えば白井県の、あの案件が決まりましたってなった時に、はい、今日から情報解禁日です、はい、皆さんにはこんな感じでアプローチしていただきたいと思っております、はい、過剰書きで白井県初の案件配信、白井県初の夏服グッズ、白井県セカンドシーズンが始まるよ、はい、などなどみたいな、どうやってアプローチしたらいいとか、ね、そう、そこまで書いてくれると。あ、そうめっちゃ分かりやすいんだよね。リマインズが、リマインズが有能すぎて。そうなのよ、本物のマネジメントやって。しかもね、ミコがすごいいいなと思うのはね、うん、あのミコの担当マネちゃんだからさ、うん、何か記念とかがさ、うん、終わったりとか、なんか大きなこと終わったら、うん、すごいね、なんか感想みたいな、うん、お手紙みたいな くれる時があんの。わ、記念の時はね、うん、もっと頑張っていきましょうねみたいな。たまにママみたいな厳しさを見せる時もあるけど。あ、そうずっと優しい。え、優しいけどね、優しいよ、仕事できるのだから、うん、優しいよ。ねえねえ、スイちゃん、ウィザーってこの世に存在してる？なんか存在してないかもしれない。ねえ、マネちゃんの話してるだけなんだけど、今んとこ。消えたんだけど。